攻撃しろ。喪失の闘士ポラリス。この攻撃に耐えただって。今度は僕の番。その気高き魂の輝きで闇を打ち払え。クロスライド狂気の獅子プラチナエーゼル。そしてアルティメットブレイク魂の共鳴スピリットユナイトプラチナム。VF サーキットファイナルステージ決着。仙道愛知選手の勝利で優勝はチーム Q4 に決まりました。やりましたねお兄さん。すごかったよ愛知。うん、見事でした。並み居る強敵を相手に勝利した Q4。 そのエース仙道愛知選手、ドキドキの活躍でした。ありがとう。世界のカードゲーム人口は数億人を超え、僕たちの生活の一部として当たり前のようになっていた。カードファイト、ヴァンガード、僕たちの中で今一番注目を集めているカードゲームだ。そのヴァンガードの大会アジアサーキットに優勝した数ヶ月後、僕は高校生になり宮地学園に進学した。おはよう、愛知。おはようございます、美咲さん。そろそろ学校にも慣れた？いえ、ええ、まあ。つまり、世界の各地で起きたことが、その地域だけで収まらなくなり、地球規模でのつながりを生み出しつつある。それが、現在のグローバル時代というわけだ。とまあ、今までの常識では測れないのが、このグローバル時代だが、君ならどう生き抜く？仙道愛知。はい。仙道はグローバル時代に生きる若者としてどのように生きたいかね。何おどおどしてんだよ。猫かぶってんじゃないの。こいつ後頭部に編入してから初めて喋ったんじゃねえの。どうしたね仙道。僕は趣味を大事にしたいかなと。趣味？何の？そのカードファイトとか。カードファイト？それが君の生き方かね。いえ、何でもありません。カードファイトが趣味？そんなんでグローバル時代を生き抜けると思ってんの？子供っぽいのは見た目だけにしとくね。情けなさだけならグローバル級ね。静かに。
我が宮地学園ではグローバル時代に通用する人材の育成を目標としている。確かに世間ではそういうものも流行っているらしいが、そんな時間があったら学業を優先すべきだと思わんかね、仙道。すみませんダメだ。つまんねえやつ。仙道くん、まだ所属の部活決まってないよね。うちは全員部活必須って聞いてるでしょ。あ、はい、その何か好きなことってないの？趣味は、あ、さっき言ってたね、カードファイトだっけ。それって何？あのですね、カード同士で戦うゲームなんです。もしよかったら。カードファイトの部活なんてないわね。あ、そうですか。帰ります。今週中に部活決めて、仙道くん。あ、石田くん、あなたも部活の申請が出てないけど。うるせえな。ちょっと人の話聞いてる？もう。ったく、相変わらずつまんねえことばっかだぜ。学校にいんなどいつもこいつも真面目なだけのやつだしよ。はあ、なんかこう心の底から熱くなれるものってねえのかな。仙道愛知だっけか。あいつこの世に楽しいこととかねえんだろうな。なんだあいつ。学校終わった途端に全然雰囲気違うじゃねえか。なんかあんのか。実はどっかのクラブでスポーツエリートだとか、学校の外では超イケイケだったりとか。まさかね。こんにちは。カードキャピタル、なんだこれ。いらっしゃい。なんだこの店。コール。ここって、ここはトレーディングカードゲームショップですよ。トレーディングカード。そのカードファイトとか。お、いた。本当久しぶりだね。ガキと話してんのかよ。ああ、日本のカード事情を研究するために来たんだ。ヴァンガードファイトの人口はまだ日本が一番だからね。そうかもね。で、三ツ猿さんは元気？元気元気、超優秀な成績だよ。ま、僕らには及ばないけどね。おや、この前負けたの誰だっけ。それよりさ、早く日本のメイドさんに会いたいんだけど。すっげえ、シンガポールのチームジニアスだ。愛知さんのライバルだぞ。なんだよ、こいつら日本人じゃねえぞ。なんだよ仙道、学校と全然様子が違うじゃねえか。そんで外国から来たやつと仲良くしてるってどんだけグローバルなんだよ。つうか何やったらこうなるってんだ。あのこれ。なんだこれ。カードファイト。カードファイト？ヴァンガードだよ。まさか君知らないのかい？カード同士で戦う世界でも大人気のカードゲームだ。ヴァンガード？世界で？その通り。各国を股にかけた国際大会も開かれている。本当に知らないの？常識だよ常識。常識だと？ああ、ダメダメだ。そんなんじゃ女の子にモテないよ。なんだと？え？僕？これがヴァンガードってやつか。そう、このデッキを使って戦うんだ。やってみる？
わかった。相手してやるぜ。新しく出たトライアルデッキです。試してみますか？おう。VF サーキットのチャンピオンに挑戦者だ。こりゃ強敵だぞ。ルールブックは読んだかい？ああ、いけるぜ。じゃあ、僕がルールを説明しながらやるね。僕が先行でやっていい？おお、いいぜ。マジで学校と違うぜ、こいつ。グレード0のカードをヴァンガードサークルに伏せておき、山札を置く。ああ。山札から5枚のカードを引く。手札を交換したいときは、好きな数だけもう一度引き直しができる。手札にグレードを1、2、3が揃うようにするといいんだよ。石田君はどう？問題ねえ。それじゃあ始めよう。さあ、イメージしてみて。イメージ？今の僕たちは地球によく似た惑星クレイに現れたか弱い霊体なんだ。ここが惑星クレイだと？この世界で僕たちに与えられた力は2つ。1つはこの惑星に住む生物ユニットを呼び寄せる能力、コールだ。ユニットを呼び寄せるのは山札から引いた5枚のカードから。カードにはそれぞれグレードや能力値が書かれている。そしてもう一つの能力はユニットに霊体である自身を憑依するライドだ。僕たちがライドしたユニットのことをヴァンガードと呼ぶ。ヴァンガード？さあ、僕たちがヴァンガードとして惑星クレイに立つところからゲームスタートだ。伏せてあったカードを同時に開いてスタンドアップヴァンガードって言うんだ。スタンドアップヴァンガード！スタンドアップヴァンガード！エンジェリックリベレーター！石弾のイレイザー放棄！これでお互いヴァンガードとして惑星クレイに立ったんだ。先行だからこっちから進めるよ。まず山札からドロー。そして手札に一つ上のグレードがあればそれにライドできる。ライド！小さなリベレーターマロン。そして未来のリベレーターユーをコール。先行は攻撃ができないからこれで終了だよ。なるほど。よし、レッドリバードラグーンにライド。さっき僕がやったように手札からヴァンガードのグレードと同じかそれ以下のユニットを味方として呼び寄せることができる。呼び出されたユニットは仲間としてヴァンガードと共に戦うことができるようになる。これがコールだ。よし、サジンのイレイザートコをコール。後攻は最初から攻撃ができる。前列に並んだユニットを横にレストして攻撃を宣言するんだ。よっしゃ、こうだな。レッドリバーでマロンを攻撃するぜ。うん。ヴァンガードの攻撃時、山札をめくることができるんだ。これがドライブチェックだよ。ん？クリティカルトリガーだ。クリティカルトリガー？そう、右上のマークを見て。トリガーは4つあってね。これはクリティカルトリガー。相手に与えるダメージを増やすクリティカル効果に加えてパワープラス5000を得られるんだ。例えばクリティカルはレッドリバーに、パワーはトコーに。じゃあそうするぜ。2ダメージが入った。山札を2回めくってダメージをチェックするよ。トリガーはないのでカードは2枚ともダメージゾーンに置かれる。この場所に先に6ダメージ溜まった方がこのファイトで負けになるんだ。さあ、もう一度攻撃できるよ。ああ、トコーでマロンを攻撃だ。相手の攻撃を全部受けるしかないわけじゃない。手札にあるカードをコールして相手の攻撃をガードすることができるんだ。フォーチュンリベレーターでガード。ガードする時のパワーはこの横にある数値で計算される。ガーディアンとして働いたこのユニットはドロップゾーンへ置かれる。ご苦労様、今度は僕のターンだよ。ドロー。
グレード2のカードがあったらヴァンガードにライドできる。行くよ。立ち上がれ僕の分身ライド、ブラスターブレードリベレーター。ゴールドパラディンにブラスターブレードとはね。これが仙道くんの新しいデッキか。モテモテの予感がするぜ。こいつ本当にあの仙道愛知なのか。ギャラティンとズームダウンイーグルをコール。さあ僕の攻撃だ。アタック。後ろにコールされたユニットは攻撃するときに前のユニットをブーストしてパワーを与えることができるんだ。未来のリベレーター U のブーストブラスターブレードでアタック。ドライブチェック。どうかした？くそ、こんなイメージ絶対認めねえぞ。バカな、一瞬こいつをかっこいいとか思っちまったじゃねえか。なんでもねえ、次来い。俺のターンだ。スタンド&ドロー。おお、それよ、スタンド&ドロー。よし、立ち上がれ僕の。僕の？間違い、もう一回ぶちかませ俺の分身ライド、レイザーサンダーブームドラゴン。どうだ俺のライドは。すごいだろ。よし、これからが俺の力の見せ所だ。行くぜ。コールコール。トコは後ろで、あと全部コールだ。サンダーブームドラゴンでアタック。次はチームだ。それ、サンダーブームドラゴン。ライド、ディグニファイドゴールドドラゴン。ぶちかませ俺の分身ライド、ディスチャージングドラゴン。竜のブースト、ディグニファイドでディスチャージングドラゴンをアタック。くそ、ガードできねえ。ダメージ6か。うん、これでおしまいだね。石田くん帰る。おっさん、これ買ってくぞ。おっさん。あ、石田くん、怒らせちゃったのかな。よう、愛知。あ、カイくん、みんな。くそ、くそ、くそ。なんだあいつ、くそ、かっこいいじゃねえか。なんだよヴァンガード、くそ。なんか体の奥から熱くなって仕方ねえ。ふーん、同じ学校のやつと初めてカードファイトできたってわけか。なのに僕調子に乗って勝っちゃって。いや、愛知は十分あの熱血くんに譲ってたんだけどね。でも彼、いくら言ってもガードに使えるカードも全部コールしちゃうから。だよ、初心者にありがちな攻撃一辺倒さ。モテないタイプだね。きまるでお前がモテるみたいなこと言いやがってよ。はあ、僕の彼女が何人いるのか知らないのかい。何、知らねえよ。笑ったなこのガキ。宮地学園みたいないいとこの学校だとヴァンガードの相手も見つからないのか。うん、進学が一番の学校だからね。興味を持ってる子もいなくて。そっか、うちの学校にはヴァンガード部もあるんだぜ。今から転校するか。ありがとう。でもカイ君、デッキを買っていったんならそいつはヴァンガードに興味を持ったってことだ。ああ、そうか。しっかりしろ、お前は先導者なんだろ。そんな
あ、でも、もし石田君がヴァンガードに興味を持ったんなら、僕から声をかけてあげなきゃ。ありがとう、カイ君。たく、ファイトの時とは別人だな。優しいな、カイ。放っておいても気づいただろうさ。でも放っておけなかった。そんなんじゃない。ただグズグズ戸惑ってるあいつを見ると思わずな。あ、あいつはもう十分強いのにな。まあマジで転校しろって。そうだよそうだよ。俺の一番弟子だって紹介して。俺はいいけど楽しいぞ。アイチ、まだ学校で友達ができてないんじゃないの？あ、うん、もうしょうがないな。まあでもアイチがどうしてもって言うなら、休み時間に中等部に来れば私とマイちゃんがヴァンガードの相手してあげてもいいわよ。ごちそうさま。アイチ、おはよう。まだ来てないんだ。おはよう。今日からうちのクラスに新しい仲間が増えることになった。入ってきたまえ。アイドルだ。俺も見たことある。バカ、知らないのかよ。かわいい。コーリンさん。タツナギコーリンと言います。今日からこの宮地学園に転校してきました。あ、皆さんよろしくお願いします。